ピアーサイエン台湾です。花です。今日は台湾の夜活を紹介したいと思います。夜活というとちょっと大人の雰囲気がするんだけど、ほらマナーだからちょっと大人かな、サービスしちゃう。何も分かる分かる。この間は朝活はマナーのそういう山登り一緒についていきました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今日はズズの夜活、今回は台湾人の夜活しましょうか。あらまあ、というわけで今日の企画は台湾の夜活を紹介したいと思います。で今はもう5時半ぐらい、うん、ほうほう、そろそろ夕日が見えるでしょ。あ、確かに台湾人よく行く夕日スポットを行きたいと思います。ってことで私たちが来たのは今は北門駅、この近くに本当に綺麗なスポットがあるので早速ですがそこに行きましょう。ここは？ここは大道城码头。めちゃくちゃ気持ちいい。今この温度気温がちょうどいい感じじゃない？最高だね。今はみんなちょうど夕日を待ってる。なるほど、だから大きいカメラ持ってる人とかもいる。あ、そうそうそう。みんなここ来たら何するの？ちなみに。あら、やっぱりまあまあキスしたり。なるほどね。デートスポットだから。めっちゃカップルじゃん。今思ったけど。でもポチの人ね、いつも自転車、あとはあの最近この屋台みたいな。屋台みたいな。これ最近開いたの。だからもうバーも多いし、ドリンク飲みながらビール飲みながら夕日を見る。なるほど。で告白する。飲みながら待ってよから。え、お嬢さん。一緒に暇？暇じゃないけど付き合ってあげようかな。じゃあ一緒に。飲みに行こうかな、怒る。あ、ズオくん。はい、おしゃれ。やっぱりここできたらジュースとかビールとかお酒をぴったりでしょ、うん、今回注文したのはあゆいにも酒じゃねえ。いただきます。なんか今暑いからこういうさっぱりのドリンクは本当にぴったり。中にはあゆもあるし、あとナダテココもあるし、この夕日にぴったりですよね。でも夕日が消えた。あらー、じゃあマナが注文したのは、あら、お酒。これもお酒じゃないね。じゃあお姉さん開けちゃうぞ。ちょっとピンクな気分だから。いただきます。めちゃめちゃ美味しい。これグレープフルーツジュースなんだけど、台湾であんまりグレープフルーツないからなんか新鮮。しかもシワシワで美味しい。完全これズズマナデートやん。え、どう見てもカップルしかない。あ、本当だよね。しかもワンちゃん多くない？あ、可愛い。だからここは本当に台北がおすすめなデートスポットだね。そうなんだ。カップルで台湾いらした際ぜひ来てみてください。どんどん暗くなったね。本当だね。え、今日ってさ、火曜日？今日は火曜日なのにこんな人いるの？土日とかだったらすごそう。すごいすごい。でもやっぱりあの仕事終わった後デートスポットはここだね。なるほどね。でもまあそろそろ別のところ行こうかな。まだあるの？まだある。この近くじゃなくて陽明山にある。やっぱり夜だったら夜景、ズズはおすすめの夜景のスポットを紹介したい。じゃあ早速ですがそこに行きましょう。はい、着
来ました。さっき入ってったお姉さんめちゃくちゃ綺麗だった。あ、ここおしゃれ。ワンウェイスポット。ワンウェイスポットなの。この夜景本当に綺麗。このお店の名前はドランクランド。パーティーパーティーしようぜ。すごいパリピな感じがする。パリピな感じだね。はい、入りました。何この照明もめちゃくちゃ綺麗だし、あと広々としてるね。ここめちゃくちゃ広いですよね、うん、でも一番綺麗なのはあの焼けの部分。後ろも焼け。そう、やばい。最高すぎる。ヤミーさんっていうとめちゃくちゃ登んなくちゃいけないイメージだったの。タクシーでちょっとでこんなスポットがあるなんて全然知らなかった。なんかおしゃれになった気分だな。そう、じゃあお酒飲もう。飲もう。ここって誰でも入れる感じ？そう、誰でも入れる。予約とかも必要ないの？予約ができないらしい。なんか現場最低料金とかは決まってるのかな？最低料金がある。1人400元、1500円ぐらいかな、うん、で、入るときさ、ずつなんかチケットとかもらってなかった？そう、入るときは1人400元こういうチケットもらえる。もう最初にペイ、お金を払っちゃうんだ。入ったら店員さんに見せたら400元の、これは400元のものを注文できる。例えばどういうのがあるの？見てください、この The Silk Road。 なんか名前がすごいね、独特や。じゃあ1人1杯で、あと揚げ物を注文してみようか。はい、来ました。ちょっと席変わったね。でもこっちの方が見える景色。そう、こっちの景色はめちゃくちゃ綺麗よね。ねえ、じゃあ今からこの、私はお酒カクテルかな、置かないけど。うん、カクテル、うん、何が入ってるの？パイナップルが入ってるらしい。そうなんだ。あとジン。おー、強いね。マナは？私はノンアルコール、ラズベリーとかクランベリー、クランベリー、そういう甘酸っぱいやつかな。じゃあ、台湾の夜活に乾杯。乾杯。やっぱめちゃくちゃ美味しい。あー、美味しい。めちゃくちゃ美味しい。ライチも入ってた。なんか上がちょっと、これはなんだろう、漢方みたいな感じ。シナモンかな。シナモンかな。パイナップルの香りがある。本当だ、なんか匂うもん。すみません。いいね、お酒本当に美味しいね。うん、お酒じゃないわ。お酒じゃないわ。酔ってたかな。ごめんね、酔っちゃった。まあドランクランドだから。そっか、もう雰囲気で酔っちゃう。ここ私旅行で来てた時とかも本当に知らなかった。台湾人ならではのスポットなのかな。実はこのお店は新しいスポット。あ、そうなんだ、うん、去年12月かな。おお、出来たて。そう、出来たて。しかもワンメイがめちゃくちゃいっぱいいる。あ、そうそうそう、なんかおしゃれ。なんかめっちゃ写真撮ってるから。じゃあ私たちももう後で、あのこの綺麗な夜景、うん、一緒に写真を撮ろうかな。ワンメイになっちゃう。ワンメイだったらこういう感じで、夜景こういう感じ。おー、すごいね。じゃあ私たちの揚げ物を待とうかな。確かに、揚げ物待とうぜ。え、すごい綺麗、本当に綺麗。自分見て。え、いや、あの背景、背景。私じゃないじゃんね。ね、よだれ出ちゃった。今夜は寝させないぞ。今夜一緒に寝ちゃおう。いやはい、来ました。はい、これは180元。じゃあ食べてみよう。いただきます。うん、うん、サクサク。しかも何がついてる？甘じょっぱいの、これ。何なの？うん、おいしい。おいしい、これ。超サクサク。ズズはさ、台湾の夜活何時から始めるの？友達。大体6時ぐらいかな。で、友達はどこに行きたいって決める、うん、たまに一緒に夜市でショッピングするとか、服を買い出し。そう、今日のはなんかちょっとおしゃれバージョンだね。そうそうそう。じゃあマナ的に、うん、大道城マートとこっちの夜景のスポット、どっちの方が好き？ここはなんか私だったら分かんなかった場所だったから、うん、台湾人が新しくできたスポットとかすごい詳しいじゃん。なんか嬉しい。じゃあこっちの方が好き？うわ、ちょっともう
ってもうさっきの雰囲気も良かったんだよな。涼しくてあの夕日も見えるし、うんうん、ちょうど5月6月5月ぐらいかな、うん、が一番ベストかもね。引き続きこの夜景見ながら食べようぜ。贅沢。これこそ台湾人の夜活ですよ。皆さん今日平日なのにすごい休日気分だった。おしゃれな気分でしょ。皆さんもし台湾の夜景みたいなら、あとお酒が飲みたいならぜひこのドランクランドに来てみてくださいね。あとダーダオチェンマートの夕日も本当に綺麗でも今日は本当に残念と曇りだから。というわけで今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃバイバイ。この動画が好きなら高評価してグッドボタンを押してください。それから私たちツイートモールをフォローしてお願いします。下にリンクがあります。それじゃバイバイ。